モチーフですよね。ラフっていうのもそうですし、あと猫ですよね。また自画像ですよね。なんかこう独特のなんかこう自分の風貌というか、あと、まあ、運命なんですけども、戦争画ですよね。まあ、もしかしたら2000年ぐらいの日本の歴史の中で一番大きな事件っていうのは太平洋戦争っていうか第二次世界大戦なのかもしれませんけども、その時たまたま日本にいて、そのど真ん中で戦争画を書いてしまったんですよね。藤田の戦争があって、いまだにひどいやつだっていう、戦争を礼賛してこうみんなをこう変な風に盛り立てたっていう批判がされたりもするんですけども、少なくともそのでも日本のこの歴史のど真ん中に関わった。で、一方では20世紀初めの頃の、華やかなパリで、ラフを描いたりとか、それだけじゃなくて戦争画も描いたって、この幅の広さっていうか、こんな画家って日本の近代にいないっていうふうに、まあ、僕は思ったりしていて。